長いシャツ着た日やけど。言葉をくださらなかったのですか。誰が見ても悟空の竜が上だった。勝敗は分かっていたではないか。しかし弱い60を超えるあの体であそこまで書いたのですから。考え違いだすな。年を言い訳にするのはリーが最も嫌っていたことではなかったのか。父を歩き回る徳田新之助は情けで動く男だ。しかしここにいる吉宗は理で動かねばならぬ立場だ。分かっているはずだぞ。ですが。おいたま、じ。まあ、じゃあ先生が将軍様の前で絵を。ああ、お客さんが認められれば店も売らなくて済むんだ。ああ、なんか運が燃えてきた気がするぜ。おいじ、どうだった。将軍様にお褒めの言葉いただいたのか。おい、もう礼はしてる、してる。何にも言っちゃもらえなかったんだな。あの金は必ずわしが。うるせえ。もうたくさんだ。期待した俺がバカだったんだよ。孝太郎さん、孝太郎さん、孝太郎さん、有馬様。実はな、栄仙殿に絵比べの席で絵を描かせることについては新之助に反対されておったのだ。え？あのような場には特別の雰囲気がある。晴れやかなところに出たことのない者には臆して普段の力が出ぬやもしれぬとの。そうだったんですか。野の花はやはり野に置けとも言っておった。あの時新之助の言わんとするところを汲み取っていれば栄仙殿を無用に傷つけることはなかったのだ。わしのせいだ。わしが愚かだったのだ。そんなにご自分を責めないでくださいね、有馬様。新之助の言う通り、わしは老いた老いぼれの役立たずだ。そう言い方、有馬様らしくありませんよ。さあ、ももを連れて先にめぐみへ行っててください。私は有馬様が大好きな長命寺の桜餅を買って帰りますから。あなたが、いい加減にしておくれよ。これ飲まずにいられるか。店の主が日の高いですから飲んでていいのかな。誰ですか、お侍さん。俺は徳田新之助という旗本の三男坊だ。この店のそばがお前と聞いてやってきたんだから。どうせ月末にはこの店は畳まなきゃならないんですよ。一日二日頑張ったと同じなんですよ。おお、そのことどうして。親父が今噂になってる大和屋の無人島に引っかかっちまったんですよ。そいつは気の毒にな。お父さんばかりのせいじゃないんです。そもそもは博打で借金をこさえたこの人のせいなんです。それを全部お父さんのせいにして。そいつはいかんな。身から出たサビではない。お侍さんに関係ないじゃないですか。帰ってください。帰ってください。綺麗さっぱり背中に持ってくれたってわけか。しかしどうして無人の親になろうなんて考え出したんだろうな。旦那様がどんなに苦しくとも町の人からお金を騙し取るようなことを思いつく人ではありませんでした。誰かの入れ知恵か。町の衆の話によると、大和屋が無人を始めたのは半年前のことだ。その頃何か買ったことはなかったかい。半年前、そういえばもしかすると京都御所への進物を一手に引き受けることができるかもしれぬと申されておりました。
夕べ寒かったわよ、確かに。寒かったぞ。寒かった。布団か、あらしの寝れんかった。うん。部署とのつながりがあるものといえば、はは、ゆっくり、大きな、よいしょ。これは内密の話だが、実は数年前、川瀬殿が神戸という立場で職場の金子の賄いを受け取っていただいた。京都御所の覚えがよく、表だった探索ができずに今日に至っているのだ。引っかかりやすね。再び私腹を肥やそうとしていたとかも注意に考えられる。これ押しやすいタンクだ。佐々木さん、あいや、待て。その一件、この合間に預けてもらえぬかの。あの桃ちゃんは可愛らしい貝のあの女の子。モモ、モモちゃんですよ。子供は可愛いわよ。に手を染めておくなら、この有馬がその悪の根を断ち切って見せてくれようではない。しかし、ヤマトヤ殺しが誰の手によるものか分かれば、無人公の金の行方も分かるし、佐渡が入っとらない。佐渡が入っとらない。佐渡が、あの、あんこが入っとらない。どうや、入っとる。俺がこれ食べてる。これね。入っとるって、いつも美味しいって言うやつ。入っとる。いつも美味しいって食べるやつ。入ったろ？うん。人の言うこと信用せないか。全部分かってある人だっけ。おいしい。アリナ様。サラミアから聞いたことない。